水色インドライトブルーカフェ、水色インドライトブルーカフェ、水色インドライトブルーカフェ。せわしない都心から一歩路地裏へ、少し道路にせり出した電柱のあるいつもの角を曲がると、見えてきたのは淡い水色の看板を掲げたあのお店、水色インドライトブルーカフェ。目指すは一番奥、何人もの人が腰掛けて背もたれがツルツルになったアンティークすぎるあの椅子が私のお気に入り。ゆったりとした音楽とコーヒーの香りで思わず都会の喧騒を忘れてしまう。そんな居心地の良さを気に入っている人は多くて、ほら今日もいろんなお客さんがここで思い思いの時間を過ごしている。私石井アンナは友達と待ち合わせている間、ここのお客さんたちといろんな話題をシェアするのが楽しみ。あの先生、なんであんなにイライラしてたんだろう。最近よく黄色いもの身につけてるんだけど好きなの？ねえ、今日の占い最下位だった、など話は尽きない。さあ今日はどんなお話と触れ合えるかな。さて突然ですが、人の心って面白いですよね。あの子は何を考えているのかな、今の私ってどういう状態なんだろう。毎日あれこれ思いを巡らせている方多いのではないでしょうか。ということで今日はそんな心理学、心理テストについてお話ししたいと思います。その前にまずは一曲、ジョバンカで On My Way。人はたくさんの選択をする。それでも昨日と同じ帰り道を選ぶのは答えを知っているから。少しだけそれてみたら初めましての答えがあった。ちょっとだけのことなのになんだか嬉しい。まとわりつくものをそっとたたんだら自分に似合う洋服が見つかった。この先もどれくらい自分らしさを忘れないでいられるだろうか。いくつになってもこだわり続けて、思うままに洋服を着る。そうして選んだ洋服を着たら、いつもの道を寄り道したくなった。ふと前を向くと、いつもより風が心地よかった。多分、昨日よりずっと自分らしくいるからだ。誰かに話したくなる出来事を、もっと私らしく。水色インド。水色インドライトブルーカフェ。改めまして石井アンナです。始まりました、水色インドライトブルーカフェ。心地よい音楽とトークを楽しみながら、このカフェの名前、水色から得られる癒しや落ち着きの空間で皆さんと過ごしていきたいと思います。私石井アンナも日々気になっているファッションやグルメなど、
毎週一つのキーワードに沿って私らしさを感じられるライフスタイル情報をこのカフェの常連である皆さんとシェアしていきます。さて早速、今日私が着ているお洋服は、まずトップスに選んだのがワイドタートルのボーダープルオーバーです。タートルの部分が二重になっていて首にまとわりつかずに自立するのが特徴で、一枚使いでもインナーとしても着やすい一枚です。ボトムスに選んだのは右に向かって流れるようなアシンメトリースカートです。ドレープが綺麗なシルエットになっているんですが、ウエストがゴムと紐でサイズ調整ができるのが嬉しいポイントです。膝丈くらいなので冬になったらブーツと合わせても可愛いですね。今回はボーダー柄のタートルと合わせてデイリーな雰囲気になっていますが、もともときちんと感のある素材なので特別なお出かけにも重宝しそうです。これね、2つともすごい着心地がいいんですよ。まずはこのボーダープルオーバー、これね、あの首元が本当に可愛いです。ちょっとこうワイドタートルなんでルーズな感じでして、締め付けもそこまでなくて、全然なくて、すごくこう着やすいし、ストレスもなく着ることができます。でデニムに合わせても可愛いし、こうスラックスだったり今回みたいにスカートだったりね、何でも似合います。なので1枚持ってて絶対損はない一着になっていますね。でこのアシンメトリースカート、私アシンメトリースカートってすごい初めて見たんですよ。で他で見ないこう珍しい形なんですけど、スカートにしては本当に軽い、すごく履きやすくて、キッチンとかのある本当素材なんですけど、でもあの着やすいっていうのがすごく特徴で、で膝丈ぐらいから右に向かってこう流れているので、結構こう足元で遊べるというか、足元もすごい出るので、靴下だったりとかローファーとかヒールでも可愛いし、ちょっとこう今の時期だったらサンダルとかでもすごい可愛いし、なんかこう物によってはこうモードっぽくも仕上がるので、すごいこういろんな色が見せられるスカートになっているんじゃないかなと思います。さて今日のテーマは心理学、心理テストです。皆さんも心理テストって聞くとなんかついつい気になって試したくなっちゃいませんか？私もねすごい好きなんですよ。なんかそう本とか買ったりとかわざわざこう調べてやるっていうことはなかなかないんですけど、でも絶対 SNS で見つけるとやってます。なんかこう恋愛の心理テストとか、なんか愛情何パーセント心理テストとかよくあるじゃないですか。そういうのはもう気づいたら1番とか思いながら答えまで見てますね。でもああいうのって本当こう物の5分とかでできるからね、やっちゃいますよね。とかなんか友達同士でも結構心理テストやったりするので、結構盛り上がるあの一つのイベントにはなりますよね。なのであの一人でやっても楽しいし、友達とかとやってその答え選ぶと思わなかったとか、なんかそういう驚きとか発見とか、なんか友達の心理も見えてくる時もあって、すごく楽しいなって思います。この後は実際に心理テストで盛り上がりましょう。その前にここで一曲、アレック・ベンジャミンで6 feet apart。 They say distance is relative, and relative to relatives I have, I'd say I'm relatively close to breaking down, because right now I feel so alone. I've been missing the elements and wishing the elephant in the room would leave and kindly close the door. I can't ignoreHim like before, not anymore. Oh, I miss you most at 6 feet apart when you're right outside my window, but can't ride inside my car. And it hurts to know just how lovely you are and be too far away to hold close enough to break my heart. I miss your smile, feels like miles.6 feet apart, so far, so far, but so close, like a star out in the cosmos. Can't touch the beauty I see. That's how it feels at 6 feet. Space and time are interwoven.Well, at least that's what we're told. When I was young, I was suspicious, but it's true. Time sticks like glue. I feel so blue here missing you.
今日のテーマは心理学、心理テストです。それでは今から早速心理テストをやってみましょう。皆さんもね、聞きながら自分はどれかな、これかなって考えてみてください。いきます。服装にまつわる心理テストです。ショーウィンドウの中に花柄のワンピースを着たマネキンがいくつか並んでいます。そんな中、真ん中にあるマネキンだけが服を何も着ていません。もともと着ていた服はどんな服だったでしょうか。1、柄だけ違う服。2、周りと同じような服。3、周りと全く違う服。4、柄のないシンプルな服。ショーウィンドウの中に花柄のワンピース着て、私は2、周りと同じような服ですね。皆さん考えられましたか。これもう本当に直感が一番大事なんですよね。私は今こう何体か想像した時に、一着だけ服着てない、なんでだってなった時に、まあ、着替えさせる時なのかなっていうので、周りと同じ服を着てた、それで今から着替えるぞって一着目だったのかなっていう答えなんですけど、ということで、結果を見てみましょう。私もね、見てないんですよ。いきます。私はね、2番、周りと同じような服だったんですけど、この心理テストでわかるのはあなたの負けず嫌い度です。同じようなマネキンが並ぶ中、一体の何も身につけていないマネキンが表しているのはあなた自身です。そこにどんな服を着せたかで負けず嫌い度がわかります。あ、そういうこと？そういうことです。負けず嫌い度です。はい、ということで、1、柄だけ違う服。柄だけ違う服を選んだ方は負けず嫌い度 70% です。高い。物欲も独占欲もかなり強い。競争心があって、一つのものを奪い合う時などに負けん気を発揮。夢中になれるのは素晴らしいことだけど、行き過ぎないように注意ですって。どうですか、合ってるかな。そして2、私と同じ、周りと同じような服を選んだ方、負けず嫌い度 50%、 半分だ。普通ですが、自分と似たタイプには負けたくないタイプ。普段はそれなりに協調性のある方ですが、自分に近い能力の人がいるとライバル視しちゃうかも。いや待って、そうかも。私結構そうかも。普通なんだけど、なんか秘めた負けず嫌いめちゃくちゃあるんですよ。なんか別にこう同じような人ってわけじゃなくて、男性とか全然年齢違う人でも負けたくないと思う時あるんですけど、でも近いですね。そして3、周りと全く違う服。負けず嫌い度 20%。 負けず嫌いというより競い合うこと自体が好きなタイプ。自分の能力や考えに自信があって、力を試すために勝負するとか、相手と切磋琢磨する緊張感が好きなのかも。いいですね。いたかな、3、周りと全く違う服の方。合ってるかな。そして4、柄のないシンプルな服。負けず嫌い度 90%。 一番高い。そうなんだ。負けたくないから勝負したがらない隠れ負けず嫌い。表向きは興味がないようなふりをしているけど、たまには勝負をしてみてもいいのではですって。あ、そういうことね。もう花から勝負をせず違う道で行くって。賢いけどね。面白い。そうだったんだ。みんな当たったかな。なんかでもこれ考え方にもよりますね。やっぱこう問題を聞いて想像をどういう風にするかで答えも変わるし、なんか本当これ友達とやっても楽しい気がします。これね、覚えるのちょっと大変だと思うので、こう後から配信で聞いて皆さん友達ともやってみてください。あの、皆さん結果を受けてどうでしたか。負けず嫌い度当たってたかな。でもね、負けず嫌い度ってこう自分で測れるものじゃないから、こうやって心理テストでなんか明確にされるとちょっとドキッとしますよね。面白いですね。これからまたね、こう心理テストで皆さんと盛り上がっていけたらいいなと思います。お母さんの手はいつもあったかい。どうしてって聞いたら、私を守るためらしい。お母さんのご飯はすっごくおいしい。おいしいねって言ったら、とても嬉しそうにしてくれた。あとね、お母さんは魔法使いらしい。だって鏡の前でキラキラしている。
くるくる回って楽しそうに笑う。お洋服を着るたびにいろんな色のキラキラになる。あ、だけどこのお話は内緒だよ。だって魔法が解けちゃったら悲しいからね。いつか私もお洋服着たらキラキラなるのかな。あの頃憧れていた魔法使いになれたのは、自分らしくいられる服を見つけたから。今日も鏡の前でくるりと回る。もっと私らしく、水色インド。水色インドライトブルーカフェ。石井アンナがお送りしています。水色インドライトブルーカフェ。今日のテーマは心理学、心理テストなんですが、有名な心理的現象の一つとしてバーナム効果というものがあるそうなんです。これは19世紀のアメリカで、人々の心理を巧みに操ってサーカスを大成功させたバーナムさんの言葉、誰にでも当てはまる要点というものがあるから名付けられたんですが、簡単に言うと、誰にでも当てはまるようなちょっと曖昧で一般的なことを自分にだけ当てはまると思い込んでしまうという現象のこと。例えば占いで A 型は几帳面、 B 型は自由というのもある意味それで、だいたいみんなそれぞれ細かい時も自由な時もあるのに当たってると思いがちだったりしませんか？わかる、そうなんだよね。そんな感じで占いとかでもよく使われている効果なんですが、このバーナム効果をうまいこと活用することもできるんですね。例えば人との距離感を近づけるための一言として、〇〇さんはみんなに悪い気持ちを持たせないように気を使う人だよねとか、よくきちんと考えている人だねと褒めたりすると、言われた方は分かってくれてるって、きっと悪い気持ちはしないと思うんですけど、よくよく考えてみると誰にでも少なからず当てはまる内容だったりします。そういった特別ではない一言でもさらっと日常的に使うことで、コミュニケーションがスムーズになったりするかもしれませんね。なんか深いな。そうだよね、あの心理ってそういうことですよね。なんかこう人のこう心をこう動かすためにこの言葉を言おうっていう、本当にこうなんだろう、頭を使いながらなんかこう心を動かすっていう、すごく深いお話になってきますね。それでは最後に、あの心理テストをもう一つやってみたいと思うんですけど、さっきの心理テストもねすごい楽しかったんですけど、今回もまたあの皆さんと一緒にできたらいいなと思います。さあ、これからあなたは寝るところです。どんな服装で寝ますか？シンプル。いきます。1、ワンピース。2、上下にセパレートしたパジャマ。3、 T シャツとジャージ。4、何も着ない。え、これ普通に私が寝る服装でいいのかな？私は本当に普通に自分で寝るときは2の上下にセパレートしたパジャマです。もうあのタンクトップに今は本当こう短パンっていう、もう夏みたいな格好で寝てます。え、これにもあるの？みんななんかこれ好みですもんね。それでは皆さんいいですか？結果見てみます。じゃん。この心理テストでわかるのはあなたの隠れ恋愛性格です。やだ、なんかちょっと恥ずかしくない？これバレちゃうの。1、ワンピースを選んだ方いますか？女性が多いのかな、ワンピースだとね。そのワンピースを選んだ方は思い込み激しめタイプです。どういうこと？プラン通りに恋を進めたいタイプ。恋の駆け引きを楽しもうとするところも。そのため相手は何が何だかと悩んでしまうかも。また何かにつけて深読みしてしまうタイプでもあります。あ、でもそういうことね。これでもみんな、あ、なんかちょっとわかるなって思ってる人多いよね。でもワンピースはそういうタイプなんだ。でもなんか女性は結構共感しそうな恋愛のこう性格ですね。そして2、私と同じ方、上下にセパレートしたパジャマ。尽くしまくりタイプです。自分自身がどうというよりも困っている人をほっとけないタイプ。母性本能でダメンズを掴んでしまうことも。へえ。いやでも私ほんと尽くすのすごい全然苦じゃないです。ご飯も全然作りたいし、何でももう私でよければやりますよみたいなところはあるんですけど、でもこれもね、確かになんかさっきの
こうバーナム効果の話を聞いた後に心理テストするとこれも当てはまるよなって感じですよね。なんかその話を聞いた後に心理テストするの面白いですね。そして3の方、 T シャツとジャージ、純粋天然すぎるタイプです。子供のように無邪気なあなたは疑う心を知りません。男女問わずすぐ仲良くなれますが、言われたことをそのまま受け入れてしまうかも。気をつけて。あ、なんかこれもわかるな。もう全部そうなっちゃう。これわかるよね、みんな。なんかそういうこう童心に返った部分もみんな絶対ありますよね、恋愛とかになるとね。でもね、気をつけてって。この3番を選んだ方は特に仲良くなれてもこうちょっと疑う心をしこう持ちながら過ごしていてくださいっていうことですね。そして4、何も着ない、自分の道を突っ走るタイプです。プライドが高く自分の世界を持っているタイプ。媚びを売らずにかっこいい面があるものの、ちょっと相手は引いちゃうかも。あ、でもこれもわかるよ。だってそれはね、好きな人にはかっこいいとか見せたいですもんね。あ、もうこれ全部わかる。本当私もうまんまとバーナム効果引っかかってるな。なんかでもこういうのを本当にうまくこう日常生活で利用できる人がコミュニケーション高い人なんだなってなんか改めて思いました。でもね、こういう心理テストするとなんかわかるわかるってあるけど、でも自分が選んだものをこうよりね強く共感するというか本当に賛同するので、私が選んだものはこう母性本能でダメンズ掴んでしまうこともっていう言葉があるので、やっぱ気をつけたいなって思うし、他の方もねこう言われたことに対してドキッとしてる方も多いんじゃないですか。なのでね、みんなこうそれぞれなんか心理テストだけど、ちょっとだけこう自分の道をこうちょっとだけ構成しながらなんかいい方向に進んでいくといいですね。まだまだ謎が多い人の心ですが、それぞれが持つ個人差とか微妙な変化も楽しみながら毎日ハッピーに過ごしていきたいですよね。さて、それでは私がチョイスした一曲もこのカフェでかけてもらいましょう。今回私が選んだのはヨルシカの花に亡霊なんですが、今回心理テストをテーマにするっていうお話になった時に、心理テストをしている時こう今もやってて、こうドキドキ感とソワソワ感、こう自分の答えとその本当の答えを照らし合わせてこう腑に落ちる感じとか、なんかああわかるって思う納得する感じ、その目に見えないその感情たちを思い出した時にヨルシカさんが浮かびました。私が一番好きな曲です。それではお聴きください。ヨルシカで花に亡霊。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。忘れないように色褪せないように、形に残るものが全てじゃないように、言葉をもっと教えて、夏が来るって教えて、僕は描いてる夢に映ったのは夏の亡霊だ。風にスカートが揺れて、思い出なんて忘れて、浅い呼吸をする、汗を拭って夏へ行く。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座った頃、遠くの丘から顔出した雲があったじゃないか。君はそれを掴もうとして、バカみたいに空を切った手で、僕は紙に雲一つを書いて、笑って握ってみせて。忘れないように色褪せないように、歴史に残る
人はたくさんの選択をする。それでも昨日と同じ帰り道を選ぶのは答えを知っているから。少しだけそれてみたら、初めましての答えがあった。ちょっとだけのことなのに、なんだか嬉しい。まとわりつくものをそっとたたんだら、自分に似合う洋服が見つかった。この先もどれくらい自分らしさを忘れないでいられるだろうか。いくつになってもこだわり続けて、思うままに洋服を着る。そうして選んだ洋服を着たら、いつもの道を寄り道したくなった。ふと前を向くと、いつもより風が心地よかった。多分昨日よりずっと自分らしくいるからだ。誰かに話したくなる出来事を、もっと私らしく。水色インド。水色インドライトブルーカフェ。石井アンナがお届けしてきました水色インドライトブルーカフェ。今日は心理学、心理テストをテーマにお話ししましたが、面白いですね。私は本当バーナム効果が結構衝撃的というか、本当腑に落ちるような効果でして、なんかこれから心理テストするときに、みんなにもこの豆知識を教えたいなと思いました。でもね、心理テストは本当こう、友達同士でも何歳になっても盛り上がるし、やっぱこう、なんだろう、遊び心というか、なんかこうそこまで真剣にやらずに、こうふわっとふわっと楽しくやるから、すごい楽しいものであるので、なんかこれからも楽しい心理テスト見つけたら、友達と一緒に盛り上がりながらやっていきたいなって思いました。ようやく私の友達が来ました。まだ話し足りないですよね。この先もアフタートークに参加していただける方はオーディでご一緒しましょう。そしてこちら水色インドライトブルーカフェでは、皆さんからメールも募集しています。番組のご感想やトークテーマのリクエストなど何でもお待ちしています。 FM 大阪のトップページにあるリクエストから、水色インドライトブルーカフェのタブを選んで送っていただくか、水色アットマーク fmosaka.net、 水色アットマーク fmosaka.net までメールをお送りください。私の今日のファッションも投稿しています。インスタグラムもチェックしてみてください。それではまた来週ここでお会いしましょう。石井アンナでした。もう待ったよ。ね、心理テストやろ。水色インドライトブルーカフェ。水色インドの提供でお送りしました。の名作が平成に漫画化されて大ブレイク。君たちはどう生きるかは、いつの時代にも私たちに大事なことを教えてくれる。令和を生きるあなたにも届けたい。君たちはどう生きるか。漫画新装版合わせて267万部。マガジンハウスより絶賛発売中。車をもっと上手に高く売りたいあなた。モータなら最大20社が入札。やり取りするのは高値をつけた3社だけ。だから楽に高く売れる。おかげさまで月間利用者3万5千人突破。モーター、 MOTA で検索。東京 FM 主催、尾崎亜美コンサート2023。ミュージシャンに林達夫、小原玲、鈴木茂ほか豪華メンバーを迎え、9月16日土曜 GX シアター六本木で17時開演。チケット発売中。お問い合わせはキャピタルビレッジまで。